三津寺遺跡三津寺遺跡の位置三津寺遺跡または三津寺一遺跡は群馬県高崎市三津寺町にある古墳時代の遺跡日本考古学史上初めて古墳時代の地域主長の巨漢遺構が発見されたことで著名である春名山の南陸に広がる戦場地末端部近くのサルフ川中石平野に位置するいくつかの発掘調査報告書での遺跡名は 三つ寺遺跡となっているが、本遺跡北側の市長居管外の地域に、三つ寺に遺跡もあるため、居管遺跡について指す場合には、三つ寺一遺跡と呼ぶ方が正確である。発掘調査以前の遺跡は埋没し畑になっていたが、居管以降の森土により、周囲より一段高くなっており、地元の人々から、島畑と呼ばれていた。 1981年から1983年にかけて上越新幹線の建設に伴って高架橋の橋脚範囲が発掘調査された。その結果、これまで発見されたことがなかった古墳時代の主張拠点とみられる大規模な施設が見つかった。館跡は内側に1メートルの森土が施された一辺が86メートルの方形で正辺に箇所と 南辺一箇所に、張り出し部を伴い、周囲を、幅30から40メートル、深さ約3から4メートルの堀を巡らせ、さらに堀の内縁には、石垣が築かれていたことが判明した。敷地の内側には堀に沿って30の柵列があり、さらに別の柵で南北に2分されている。 南地区の西寄りには13.6メートル14.1メートルの殿のと見られる掘ったて柱建物の遺構や掘りから、木戸で水を引いた採祀施設の跡が見られる。これに対して、北地区では複数の縦穴住居の跡が発掘されており、南側を宮殿もしくは公的空間、北側を内定もしくは私的空間であったとする説もある。また、一定の防御施設が整えられており、 北西部の張り出し部にかかっていた橋を用いて出入りしていたと見られている。館の存続期間は、河原家の年代間から5世紀第3四半期から6世紀初頭までの40から50年間と推定されている。北西には、古代上付野の有力者が葬られたと推定されている保渡りだ古墳群があり、三津で来世に居住した主張の墓であったと見られている。 ありがとうございます。